カーリは、風の言い換えとして、北欧神話のスールルのうちの一つで言及される、おそらくは、巨人の名である。カーリは、共に、フラート島本に残されている、多くに諸島人の佐賀を呼び、ノルウェーはいかに住まわれしかにのみ現れる。そこではカーリが、その父で巨人のフォルニョートの王国の後継者として、登場する。彼の兄弟は、火の象徴であるロギ。 そして海の支配者であるフレイル、または、エーギルと言われている。いかにによれば、カーリの子孫は、フィンランドとクベンランドの支配者となった。さらに、カーリは、オークニー諸島人のサガによってフロスティー、あるいは、ノルウェーはいかに住まわれしかよって、ヨークルルと名前をつけられた息子の父となった。孫は、スネーとされている。アイスランド出身の歌手ビオクが、2001年に、 発表したアルバムベスパタインの中の一曲にフロスティーというタイトルのものがある。ありがとうございます。